チームオレンジランサーエボリューション 4WD から FR にチューニングされたスーパーマシン。ベースが FF であるランサーはもともとエンジンが縦置きのインプレッサと比べると FR 化への対応は非常に難しい。しかし小山を中心とする純オートメカニックはこともなげにやってのけた。チャンピオン争いの中でのマシンチェンジという決断をした熊久保。そんな熊久保の新兵器を待ち受けるのは、浜さん、含めスタッフの皆さんが作ってくれた最高のマシンに乗れる、そしてその車で戦えない相手はいないと思ってます、はい、車はぶっちぎりで無敵じゃないかなってふうに思えるぐらいすごくいいです。いよいよこれから1回戦、まずシード選手がコースインということになります。飛んできた飛んできた、綺麗につないで119キロ、いや飛んできた、大きく回っていく、これですこれです。さあ2コーナーから3コーナー、綺麗にクリップを持ってきた。119キロ、自分がやりたいことは全部できたと思うんで、ジャンプして着地した時にちょっと振られ気味なんですけど、それで戻ったって言うんです。お前誰だ。それに竹内です。竹内、どこの竹内。まあでもね、楽しくやりますよ。エンジョイドリフトですね、我々は。この2本目で決着がつくかどうか、くっついてきた野村健太、くっついて、そうだ、飛び込んでいく、飛び込んでいく、ベスト8進出、野村健太。さあ、まっすぐ、野村健一瞬まっすぐ、しかしそこから食い込んでいく、食い込んでいく。さあ、どうでしょうか、懐を開けた懐は、しかしもう一度、ちょっとまっすぐ気味、完璧に入ってはおりますが、わかりましたよ、本当に。1本いっとく。これで決着がつくのかどうか。さあどうでしょうか。山田に対して野村健太、川端が一瞬ミスって戻ったんですよね。今これベスト王進出、野村健です。それに食い込んでいこうという野村健。さあ食い込んでいく野村健が完璧にここでは入りました。倒れた。車の状況は心配なところありませんか。分からん。それも分からんとですよ。さっきからですね、タンクにずっと氷を入れてるみたいなんですけども、燃料の方はやっぱ熱くなっちゃってますか。あのね、タンクもそうなんですけど、俺にもね入れてほしいですね氷。それでは発表いたします。2007年オートバックス D1 グランプリラウンド5 in 恵比寿、優勝したのは